今日から始まった最大10連休のゴールデンウィーク中の水の事故を防ごうと、県や警察などは浜名湖で合同パトロールを行いました。浜名湖と遠州灘をつなぐ今切れ口付近は複雑な波や潮の流れがあり、過去には釣り人が転落する死亡事故も起きています。今日は県や警察などが立ち入り禁止区域内にいた釣り人たちにチラシ入りのマスクを配るなどして注意を呼びかけたほか、水上パトロールも行いました。ゴールデンウィークには浜名湖に遊びに来る人が増えることもあり、県では水の危険性についてよく理解して楽しんでほしいとしています。